どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズとハニーさんでございます。今日もハニーさん登場していただいて、はい、2人で、もう恒例になっております、はい、夫婦でウクレレセッションまたやろうと思います。やろう、はい。まあ、いつもリビングルームで言えてね、いつもリビングルームではねこうなんかやってるんですけど、皆さんゲットしましたか？これですよ、これ、これ、このガズの本の新しい本、みんなで歌う簡単ウクレレ by ガズソングブック2。こちらの曲もね、私の元にはですね、これをねもうやりすぎちゃってもう夜も眠れねえっていう声がたくさん来てるんですけど、もう100曲入りの名曲がもうバンバンできるわけですから、皆さん、やってますかってやってますよね。今回はだからこれ記念してですね、この中から1曲お届けしようと思って、2人で昨日何しようかなと思ってたんですけど、まあ6月だしね、やっぱウクレレにぴったりのイメージです。ちょっとハワイっぽしということで、何ページ？ 42? 42ページに入ってる、あ、これだ。じゃあ、お嫁においで、このお嫁において、加山雄三さんのね、これをガズレレオリジナルアレンジバージョンで、夫婦セッションバージョンでお届けしようと思います。コードもね、テロップ出しておくんで、皆さんも一緒に、私たちと一緒にセッションしましょう。さあ、この動画ね、初めて見る方もいるかもしれません。ウクレレいいな、楽しそうだな、私にできるかな、という方、できまーす。はい。ウクレレ興味ある方、ここのリンク行ってください。ウクレレどんどん楽しくできるプログラムがありますからね、ワイワイ楽しくいきましょう。では演奏の後でまたちょっとお知らせありますんで、最後までぜひご覧になってください。それでは、やってみましょう。お嫁においで、やってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。この本はこんな感じで超シンプルコードなんで、アレンジもね好きにやってもらってもいいし、まあよく言ってるのはこれ簡単バージョンだから、かっこいい版やりたい方はこう書き込んでいってくださいね。そのためにこのスペースがいっぱいあるわけですからね、こういうスペースがね。はい、これご活用ください。あとさ、忘れちゃいけないというか、忘れてほしくないのがですね、これコラムが書いてあるんです。コラム読んだ？コラムちゃんとそういうとこも読んでくださいよ。こういうところ、こういうね、コラムがね、あのね、ガズさん結構いいこと言ってるんで、見てもらえると助かります。こんな風に最初に前書きなのかもあります。
こんなのもご注目でございます。とにかくやっぱ音を楽しむと書いて音楽ですから、やっぱそれ第一。いやいや、よかったね。なんかほんと照れるな、なんか夫婦でこの歌を歌うつのは。はい、でもいい歌だね。いい歌、歌、ね、ほんとなんかでもちょっとさ、あのこっちこれちょっとね、上から目線だけども、あまあまあでも、あのすごくほっこりする、ね、あのウクレレにやっぱぴったりかなと思います。皆さんもこの、あ、そうだ、加山雄三さんのお嫁においてのガズレレッスン動画のここら辺に、ちゃんとしたい、ちゃんとしたやつっていうか貼っとくんで、興味ある方は始めてください。そういうわけでね、まあ、いつも言ってんだけど、この T シャツとかガズレのキャップとかね、このストラップとか、あのリュックサックとかいろんなものあります。このガズレレドットドットドットガズレドットコムでちょっと見てもらうとね、いろんなことやってます。このもうとにかくもう山盛りなんですよ。よろしくお願いします。じゃあまたガズレレ YouTube チャンネルでお会いしましょう。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。さようなら、バイバイ。